東北豪神未来側は、東北六県のヒーローの力を集結させた、架空の合体ヒーロー。東北豪神未来側は、ヒーローを通じて、被災地の子供たちの未来にエールを送ることをテーマに、創作された。東北豪神未来ープロジェクトのプロデューサーを、エビナ・タモツが務める。宮城県を母体として、東北六県の力を集結させており、そのパワーは、 東北各地の名産品から得ているという設定である。また、940万人の応援の結晶とされる、一致団結、東北6県を操る。存在自体が、他の東北のご当地ヒーローとのコラボでもあり、太ももは、秋田県の長身、霊川ーー、肩は、山形県のでは戦士が3腕は、岩手県の岩手県、茶熊を、足は、 福島県のサファーリの選手ビ指ッコタイガー、ベルト脇の音苗魚は青森県の飛べ神ラッセイバーである。なお、背には青森を象徴するネプタの鏡絵が胴体は秋田の生ハゲデザインされているが、レーガー、ラッセイバーにそのようなデザインはない。2012年5月より各地のイオンモールでミライガー賞が開催されているほか、2012年8月11日開催の スーパーヒーロー魂2012夏の陣にも登場した。東映の特撮ヒーロー番組の主題歌や BGM を数多く担当している渡辺中名の作曲によるテーマソングをやはり数多くのヒーローソングでおなじみの水木一郎が歌う。2016年海外展開第一弾として太陽国でマラガー T1 の名称で放送。タイ現地用に キャラクター造形、キャスティングを改めているが、テーマソングは、水木の歌う日本語版をそのまま使用する。2017年12月3日からキャスティングを一部、変更した第2シーズンをスタートする。シーズン1、シーズン2、ありがとうございます。